ねえマリサ、先日、いつもの車仲間と絶滅しそうな車たちというテーマで一晩中、語り合ったんだよね。随分ネガティブなテーマだな。それでどんな車が絶滅しそうって話になったんだ。それはもうステーションワゴンよ。ああ、確かにな。90年代はバリバリのワゴンブームだったのに、今じゃ代表的な国産ワゴンってカローラフィールダーやレヴォーグ、マツダ6、ホンダシャトルとかだよな。一時の勢いに比べたらかなり寂しいジャンルになってしまったのは否定できないな。荷物積むなら SUV やミニバンの方がいいし、走りを楽しむならワゴンじゃなくてもいいよねってことで、ワゴンって中途半端な立ち位置なんだろうなって話だよ。でもなんで90年代はそんなにワゴンブームがすごかったの？そりゃ、スバルが作ったモンスターワゴンがあまりにもバカ売れして、他のメーカーもこぞってワゴンブームに食いついたからだろ。当時、街中はステーションワゴンだらけだったんだぜ。スバルが作ったモンスターワゴンって、やっぱりレガシーのこと？そうだぜ。レガシーツーリングワゴンだな。特に1993年に発売された2代目は走りよし、かっこよし、快適性も抜群ってことで爆発的ヒットだぜ。確かに今もたまに古いレガシーを見かけるけど、デザインは今でも通用するくらいスタイリッシュだよね。よしそれじゃ、今日は BG 型、2代目レガシーツーリングワゴンを解説するぜ。もしこの動画が面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それじゃ行くぜ。よろしくね。先代の初代レガシーは1989年2月にデビュー。5ナンバーセダンの BC系、そしてツーリングワゴンの BF系の2パターンが発売されたんだ。それで、2代目デビューまでの4年半くらいで、国内だけでも26万台も売り上げたんだから、これも立派な数字だぜ。やっぱり初代もツーリングワゴンが中心に売れたの。最終的にはワゴンの方が売れまくったんだけど、実はデビューした時はセダンの方が売れてたらしいぜ。でも初代デビューから7ヶ月後、ワゴンに GT グレードが加わったら一気にワゴンブームだ。そっからは売り上げ全体の7割から8割がワゴンだったらしいな。なんでそんなに売れたのかしら？それはスバルがライトバンと切り離した乗用車としてレガシーを設計したからって言われてるぜ。どういうこと？それまでのワゴンって貨物用のライトバンと共用されてたのが多いんだ。ライトバンの内装とかをちょっと豪華にしたのがワゴンって感じだな。ということは、ワゴンもレガシーが出るまではライトバンと同じで貨物用って感じだったの。本当は乗用車として売り出したいけど、そう捉えられても仕方ないよな。貨物の化石祭なんかも求められていたから、乗り心地や走りの楽しさは犠牲になってたんだ。まさにフィーリングはライトバン同様働く車だぜ。それじゃ、レガシーはその乗り心地や走りを意識したワゴン作りに成功したってこと？うむ。レガシーのワゴンはライトバンと明確に線を引いて上質で快適な乗り味を求めたんだ。そして走りも質もオシャレさもライトバンを置き去りだぜ。それで初代レガシーは車好きに受け入れられたんだね。そして、ワゴンブームに火をつけた初代は4年7ヶ月でフルモデルチェンジだ。1993年10月7日に発売された2代目も、セダンの BB系とツーリングワゴンの BG系、2バージョンが用意されたんだけど、やっぱワゴンに人気が集まったな。2代目のリニューアルはどんなコンセプトだったの？メインコンセプトは初代のウィークポイントの改良だ。ユーザーの声を拾って初代のネガティブを徹底的に見直したんだな。どんなところを見直したの？レガシーは速いけど燃費が悪い、そして静寂性もあまり良くないって意見があったんだ。そんな欠点を全て見直そうというのがモデルチェンジの原点だぜ。まあ言い換えれば、誰にも文句を言われない究極のレガシーを作ろうってことだよな。全面リニューアルっていうよりも、初代の DNA を残したバージョンアップに近い感じかな。レガシーとは英語で遺産という意味だ。で、2代目は初代の遺産を継承して熟成させるのが狙いだ。その頃ってシーマ現象と言われる3ナンバー時代が到来した頃だけど、遺産継承ってことで2代目も5ナンバーでリリースされたぜ。ワゴンってなんか勝手に大きなイメージを持ってるけど、確かに2代目レガシーも5ナンバーだね。でも5ナンバーにこだわったのは、他にも理由があったらしいな。どんな事情？スバルとしては初代レガシーで5ナンバーの2リッターエンジンにチャレンジしたばかりだったんだ。なので、ここはしっかりした5ナンバー、2リッター車を出そうぜ、という理由もあったらしいぜ。まさに熟成だね。時代の流れに乗って次は3ナンバーでスケールアップだ。ってならないところが好印象だわ。ちなみに初代レガシーはスバルそのものに対するユーザーのイメージを変えた車でもあるんだぜ。それはどういうことなの？昔からスバルは地味だけど通好みと言われていたんだ。車の経験豊富な人が乗る車だってな。でも一方で若い人たちの中にはそんなところが嫌、っていう人もいたんだ。通好みっていうのが鼻につくってこと？そういうことだろうな。でも初代レガシーのツーリングワゴンが潮目を変えたんだ。いいじゃん、通好み、こだわりを持って作られたものがいいってな。そんな会社の評判も変えたレガシーのフルモデルチェンジだから、失敗は許されないぜ。ちなみに2代目レガシーってどんな人がターゲットだったの？
ツーリングワゴンのメインターゲットは30歳から35歳あたりと言われてたな。平均的なものでは飽き足らず、何かこだわりを持って物を選ぶ人ってのがイメージだ。車を使う楽しみ方を知っている人に向けて作られた車だぜ。それじゃ、2代目レガシーツーリングワゴンのスペックを紹介してよ。うむ。セダンのスペックも似通ってるけど、ややこしくなるからツーリングワゴンの DGK に絞って紹介するぜ。よろしくね。2代目に搭載されたエンジンは、もちろん水平対向4気筒 EJ 型のボクサーエンジンだ。これは初代レガシー誕生とともに生まれた名機だぜ。インプレッサ WRX なんかにも搭載されたエンジンだよね。そうだぜ、エンジンのラインアップは2代目デビューの時は2リッターと 2.2 リッターの SOHC に、2リッター DOHC、それに2リッター DOHC ターボの4種類。その中でもトップグレードの GT に搭載された EJ20H 型のターボエンジンが注目の的だ。なんでターボエンジンがそんなに注目されたの？その理由はこのエンジンの下級システム2ステージツインターボだぜ。これはエンジンの回転数に応じて1つ、または2つのターボチャージャーを動かす仕組みなんだ。それって低回転なら1つ、高回転なら2つのターボチャージャーが発動ってこと？そうだ。さらにインタークーラーを初代の水冷式から空冷式に変更されているから、ハイパワーマシンの完成だぜ。実際に馬力やトルクはどうなの？排気量を2リッターに抑えながら、低速から高速まで十分なパワーと圧倒的なトルクが発生。最高出力は 250PS、最大トルクは 31.5kgm。当時のインプレッサ WRX の 240PS を上回る馬力ですげーって話題になったぜ。ワゴンなのにすごいわ。ところで、これは初代のウィークポイントだった燃費の悪さも解消できたの？それは、実はあまりいい評価は得られなかったな。燃費も良くなるだろって言われてたけど、ぶっちゃけ燃費は悪いって評判だ。あと、ターボの切り替え時に一瞬、トルクの息継ぎがあるってことも指摘されたけど、まあそれでもこのスペックはすごいってことで GT 人気が爆発だ。気持ちいいターボエンジンなら、ついつい踏んじゃう人も多かったのかもね。それも実燃費が悪いって言われる一つの理由かもしれないな。で、2代目には他にもいろんなトピックがあるぜ。例えば 4WD はフルタイム化。MT はビスカス LSD 付きセンターデフ方式で AT はアクティブトルクスプリット方式だ。それにターボモデルの AT には VTD4WD システムってのも注目だな。VTD4WD システムってなんだっけ？これはスバル発、機大の名車と言われるアルシオーネ SVX に搭載されたシステムだ。超簡単に説明すると、路面状況などに応じて前後の駆動配分を前輪36対後輪64から50対50まで電子制御で変えるシステムだ。これで状況に応じた適切な駆動配分で安定性や運動性能が向上だぜ。サスペンションとかはどうだったの？サスペンションはフロントはマクファーソンストラット式。そしてリアはデュアルリンクストラット式だぜ。ダンバーは全車リニアコントロールバルブ付き。ちなみにブライトンにはエアサスペンションが装着されてたな。車体のサイズは5ナンバーサイズだったよね。うむ。初代と比べてちょこっと大きくなったくらいだけど、なんたっておしゃれなワゴンを売りにしてるレガシーだ。当然、2代目もデザインには相当こだわったんだぜ。どんな風にこだわったの？デザインチームのチーフはフランス人のオリビエ・ブーレイ氏。もともとメルセデスにいたカーデザイナーだ。S クラスや C クラスのデザインを担当した後、3年間、スバルのチーフデザイナーに就任した人なんだぜ。ヨーロッパの人がチーフデザイナーなんだね。この人がセダンもワゴンも両方担当したの？その通り。デザイン計画は、オリビエ・ブーレイさんを中心に日本人とは何か、外国から見た日本とは何か、ってのを研究するところから始まったんだ。外国から見た日本か。なんか深いわね。ちなみにエクステリアもインテリアもアーキテクチャルという言葉が飛び交っていたそうで、デザインはスタイリングありきではなく、パッケージングを追求することが基本だった。どんなところに建築的要素を入れたんだろう。例えば屋根と柱のあり方って開発者は言ってたぜ。ピラーがあってルーフがあるというのを訴求するため、しっかり柱を立てて屋根をつけようって、すごく建築的だよな。初代と比べると、全体的にマイルドになった気がするよね。開発者はマイルドをあえて意識したわけじゃなく、時代とともに洗練とかエレガンスの要素が入ってきた結果かなって言ってたぜ。でもリアはエレガントってよりインパクト大って感じがするわよ。確かにな、これはかなり大胆だぜ。初代との大きな違いはリアコンビランプだと思うな。このあたりって開発者の人ってどう思ってるんだろう。縦基調でリアを構成すると、どうしてもライトバンのイメージが拭えない。でも横一文字だと乗用車的。ってことで、そこにはワゴン特有の遊びを投入しようって発想らしいぜ。そうやって今の時代でも遜色ないようなデザインが完成したんだね。それじゃ続いては室内空間だ。
特に海外から2台目はもう少しスペースにゆとりが欲しいという指摘があったらしく、この点を意識したパッケージングをどうするかってことから始まったんだ。それでどうなったの？まず運転席、そして助手席の高さを 15mm 下げたんだ。さらに、車の前高が 10mm 高くなったんで、ヘッドスペースは 25mm プラスだ。そしてホイールベースは 50mm 長くなってるけど、そのうち 36mm を前後席間の距離拡大に使ったんだ。そうすると後部座席にもゆとりが生まれるってわけだな。微妙なサイズアップだけど、それだけで快適性は大きく変わるよね。で、ワゴンといったら積載量も欲しいよね。そのあたりはどうなの？カーゴスペースの寸法は、初代とほぼ一緒だ。でもリアスピーカーの位置を変えて、すっきり広々と使えるような工夫をしたんだ。他にもフロア四隅に2掛けフックを備えたり、12V 電源が取れるカーゴソケットも付けたり、オプションだけどマウンテンバイク搭載キットなんかもあったぜ。RV としての機能も充実しているな。できる限りの技術を投入して初代の値段を解消した2台目は、発売前からかなり話題になったんじゃない？もちろん初代のヒットもあって、2台目に対する市場の期待は大だ。でもその期待をさらに煽るでっかいトピックスがあったんだぜ。なんなの、そのでっかいトピックスって。実はこのレガシーって、初代も2代目もデビュー前にすげえ記録を生み出してるんだ。例えば初代レガシーは発売直前にアメリカアリゾナで10万キロ耐久のスピードレコードを樹立したんだ。223.345km/h っていう、当時の国際記録を達成だ。おお、すごい。じゃ、2代目はどんな記録を作ったの？2代目は1993年9月、まさに発売される1ヶ月前にアメリカのボンネビルソルトフラッツインターナショナルスピードウェイで行われたスピードトライアルで、2リッターターボの量産ワゴン車世界最速、249.98km/h を記録だ。量産ワゴン車最速、ほぼ250km ってそれはすごすぎる。当然、安全性を考慮して、タイヤ、ロールケージ、バケットシート、6点シートベルト、安全燃料タンクなんかはいじってるけど、その他は量産車と同じスペックだ。それでぶっちぎりの記録で話題騒然。これは広告バリューも高いわね。ワゴンなのに群を抜く運動性能っていうのが、2代目レガシーツーリングワゴンの最大の魅力だぜ。なので、2代目の中でも最上級グレードの GT がとにかく売れたんだ。でもレガシーでこれだけワゴンブームになっちゃうと、他のメーカーも黙っちゃいられないよね。やっぱライバルと書いたの。そりゃそうだ。ここに市場拡大のチャンスがあると思えば、他のメーカーも飛びつくぜ。三菱レグナム、トヨタはカルディナ、日産はアベニールやステージア。でもやっぱり、トップオブワゴンはレガシーだったんでしょ。当然だぜ。やはりレガシーの壁は高いぜ。というのも、2代目も他の追随を許さない進化を次々に遂げていったんだからな。追っかけても追いつかないぜ。どんな風に進化していったの？まずは1994年、新開発となった 2.5 リッター水平対向 DOHC4 気筒エンジンを搭載した 250T ツーリングワゴンが発売されたんだ。そして1995年にはアクロの走行性能を高めたグランドワゴン、アメリカではアウトバックって呼ばれたバージョンもリリースされ結構ヒットしたんだ。ちなみに、このステーションワゴンプラス SUV のスタイルって今じゃアウディやボルボなどの車にあるけど、このグランドワゴンがその先駆けなんだぜ。それは知らなかったわ。レガシーはその地位におごることなく常に進化を続けていったんだね。でもなんかありきたりの進化の気もするけど、結論はまだ早いぜ。その後のマイナーチェンジが超重要だ。どんなマイナーチェンジなの？1996年6月、2代目登場から2年半後にリリースされたマイチェンモデルがかなりヤバタンだぜ。世の中的にはビッグマイナーチェンジって呼んでたレベルだ。だからどんなマイナーチェンジなの？それは2リッターエンジンで初めて国内自主規制の限界値だった 280PS を達成したんだ。2リッターで初の 280PS 到達、しかもワゴンで。これはマイチェンで生まれた最上級グレードの GTB の MT 仕様だ。このタイミングで自慢のエンジンがマスター4に進化したんだけど、これで2リッターで初めて 280PS に達したんだ。これは確かにビッグマイナーチェンジだね。さらにライバル車との差が生まれちゃうわ。この数字は MT 仕様のみってことで、AT は 260PS 止まり。とはいえ、この数字でも十分だよな。これだけハイスペックになっちゃうと、他の部分も強化しないといけないよね。うむ。だからこの GTB は足回りなども強化された。ダンパーはビルシュタイン製、ホイールも17インチの単造。もちろん 280PS 達成ということで、ブレーキ性能も上げないと怖いってことで、ディスクローターも大型化だぜ。これは売れたでしょ。バカ売れだぜ。あまりにも注文が入りすぎて、ビルシュタインのダンパーの生産が間に合わないって、嬉しい悲鳴だぜ。ちなみに GTB の B はビルシュタインの B ってことを付け加えておくぜ。なんでまたビルシュタインのダンパーを採用しようってなったの？
実は、ちょうどマイナーチェンジの開発をしていた頃、WRC のインプレッサがビルシュタインのダンパーを使っていて、評価が高かったのでレガシーにも使ってみないかという提案があったんだ。それで、実際にレガシーに装着してテストしてみたら全然別の車になってしまい、これはすごいぞ、ってなったんだぜ。なるほど、それで採用されたのね。しかしだ、いざビルシュタイン車にレガシーに装着したいと相談してみたら、このダンパーはラリーとかに使われる特別なやつだから、量産なんて到底無理だと断られたらしいぜ。それに、これまで取引もないスバルに対して抵抗もあったそうだ。そんなにすごいダンパーだったのね。だがしかし、ある出来事で事態が急変する。なになに？ちょうどその頃、スバルが WRC で優勝したもんだからビルシュタイン社の態度が一変し、生産設備を強化してでもなんとかしたいと、申し出てくれたんだ。手のひら返しがすごい。だがしかし、今度はまた新たな問題が発生した。どんな問題なの？ビルシュタインのダンパーがとにかく高すぎたんだ。確かに、ビルシュタインって高級ってイメージはあるわ。なんと、一般的なダンパーと比べると、ビルシュタインのダンパーは10倍は超えていたらしいんだ。だが、スバルは一切妥協することはできないと考えて、結局その値段で決断したらしいぜ。なんか凄まじい話ね。ところで、ターボエンジンや足回りがすごいのは分かったけど、他のグレードのエンジンはどうだったの？もちろん、NA にも手を入れたぜ。だけど、あまりにも 280PS というインパクトが強すぎてパワーとかの話の方が盛り上がるよな。そうだよね。そもそも2代目は初代のネガを解消するのが目的だったのに、わずか2年半でさらにここまで進化させちゃうって、スバルのレガシーにかける情熱は熱すぎるよ。このマイナーチェンジは性能アップにこだわった改良だ。で、これもやっぱり市場の声を大切にした結果なんだぜ。ユーザー調査や販売員との意見交換、専門誌などの評価を分析して、さらに上を目指した結果、このビッグマイナーチェンジが生まれたってわけだ。それで、GTB ってどれくらい売れたの？この年のレガシーの販売台数は9万台突破だぜ。翌年も月に1万3000台のオーダー超え連発だ。これで不況にあえいでたスバルを救い、1998年6月に3代目にバトンタッチされたんだな。1年で9万台、レガシーがステーションワゴンの王様っていうのがよくわかったよ。ちなみにこのマイチェンって、2代目が発売される時からすでに計画されていたっていう情報があるぜ。え、そうなの。だったら 280PS にしてから発売すればよかったのに。GTB が出る前に買っちゃった人は悔しい思いをしたはずよ。確かにな。でもこのマイチェン、開発チームはかなりのプレッシャーだったみたいだぜ。そうなの。開発主査の田村さん曰く、現行モデルが好調で、高い評価をいただいているだけに、さらにそれを超えて期待に応えられるだろうか。これが最大のテーマ。特に 280PS のエンジンについては、企画の段階で試行錯誤もあったが、若いスタッフたちがぜひやりたい。挑戦してみたいと言ってきた。それに勇気づけられた。こんな風に言ってたぜ。この2リッターで 280PS を記録しちゃった GTB モデルって、当時新車価格っていくらだったの？ GTB の MT は293万3000円。ちなみに AT の方は299万8000円だぜ。これだけ話題をさらったマシンが300万程度で手に入っちゃうってんだから、そりゃ買いだぜ。それなら結構安く感じるかも。ターゲットの年齢層も高めだったはずだから、多くの人が飛びついただろうね。ところで、2代目のツーリングワゴンって現在の中古市場はどんな感じなの？中古車市場を見ると、登録台数は8台だ。平均価格は73万円だ。一番高い個体は、やっぱり GTB の MT で車体価格155万円だな。1998年式で6万9000キロ。新車価格からおよそ半値か。しかもあれだけ売れたのに少なすぎる。まあ今は中古市場も高値だから、仕方ないと思うぜ。ちなみに最安値は車体価格35万円だ。これは1997年式の GTB の AT で7万8000キロの個体だぜ。でもこの2代目レガシーって遺産という名にふさわしい素晴らしい車だわ。すんごい記録を出して、そしてめちゃくちゃ売れて、でもそれにおごらずユーザーの声にしっかり耳を傾けて進化し続けるって、できそうでなかなかできないよね。二代目レガシーの開発は、富士重工にとって赤字を解消するために全社を挙げて取り組んだプロジェクトだったんだ。失敗は絶対に許されない。そんなプレッシャーもあって作り上げられたマシンだぜ。1990年前半って、まだバブルとかで日本が元気だった頃でしょ。なのにスバルって一つの車に社運をかけなきゃいけないくらい危機的状況だったの。その頃の富士重工は原価高の生産をしていた上、販売体制も弱かったんだ。だから他メーカーが高級車種の売上増で有頂天になっていたバブル期なのに業績悪化が表面化してしまったんだ。それでこの2代目レガシーは企画構想の段階から、会社の再建計画そのものとして進められてきたんだぜ。
だからユーザーの声にも真剣に耳を傾けたんだろうね。他のメーカーが浮かれてる時にコストの低減を図り、かつユーザーに満足してもらうための努力をした結果、2代目レガシーは絶大的な支持を獲得したんだろうな。ちなみにレガシーは開発段階で社長が試乗車のハンドルを握ったり、社長の陣頭指揮で5回もの会議が開かれたり、そんなエピソードからもスバルの意気込みが伝わってくるぜ。社長、ヒットしてよかったね。ってことで、今日の解説は以上だぜ。みんなの2代目レガシーツーリングワゴンへの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。